おまんでございますじゃないですね。こんにちは。第10回小樽春祭り、オープニングにお集まりいただきましてありがとうございます。先ほど4時からですね、そこの稲荷小路神社でもって祈願祭をもう10年間やってます。本当に10年間この祭りをやれたこと、本当に皆様のおかげであります。本当にありがとうございます。活力ある小樽にどうやって作っていくか、そういった中でこの春祭り、以前は桜祭りと言ったんですけれども、春祭りということで、今年は本当に10回ですからね、記念すべき年ということになるんだろうというふうに思いますけれども、先ほど石橋さんから桜の花のお話がありました。今年は桜前線が非常に全国的に早くて、北海道この小樽も早く桜が咲きました。花銀通りというのはこの桜並木が有名なんでありますけれども、かわいそうになった。